はい、どうもこんにちは、リモコンさんでございます。はい、こちらができました。ゲッター1、ゲッター2、ゲッター3でございます。はい、なかなかのねクオリティでございますね。だいたい大きさはこんくらいですかね。ちょっとプラモデルと思うと思ったよりちっちゃい感じなんですけどね、稼働が結構ちゃんとしっかりしています。ではね、早速ね、ゲッター1から見ていきましょう。こちらがゲッター1でございます。だいたいね、くるっと見回すとこんな感じでございますね。はい、こんな感じでございます。結構顔のね造形とかがしっかりしてて、思ったよりここのランナー跡とか目立ちやすいんですけど、シールとかもねしっかり貼ってれば特に何の問題もないかなという感じでございますね。足のところもシールでございます、ここら辺ね。はい、個人的にゲッター1が一番作る時間かかりましたね。で、ついでゲッター2、意外にもゲッター3が、一番作るの楽でした。ゲッター1が正直ね、はい、一番作るの難しかったです。ここのね、パーツがちょっと折れそうなんで、注意した方がいいと思います。はい、では早速ね、稼働の方を確認させていただきましょう。はい、まず頭。これちょっと硬いんだけど、ここが、180度もあります。ボールジョイントになっております。で、この下もボールジョイントになっていて動くんですけど、ちょっとここの下のパーツは結構硬いんで、あんま動かしたくないって感じですかね。はい。で、ここが、ここも確かボールジョイントになってるんですけど、意外にここら辺までしか腕が上がらず、まあ180度回せるといった感じですかね。はい。結構パーツのね、ついてる部分が細っちいので、ちょっと下手に動かすと折れちゃう危険性があって、それがちょっと怖いですね。ここも、はい、一回転します。はい、このように、一回転します、はい。で、腕の曲がりは結構曲がりますね。だいたいこんくらい曲がります。結構曲がりますね。はい、手首も、こう曲がるんですけど、思ったよりなんか手首が硬いので回したくないかなという感じです。はい、左も同様ですね。なるべく細心の注意を払って稼働させていただきたいと思います。腰はここら辺まであんまり曲がらないんですよね。だいたいこっちにちょっとした軸があって、ここに、なんだろう、ボールジョイントかな。ボールジョイントではないんですけど。はい、こういう感じになっておりますね。ちょっと白いのがなんかこれゴミっぽいな、後で拭き取らなきゃ。はい、こんな感じでついております。よいしょ、ボールジョイントとプラスして稼働がしっかりね稼働しますね。その後、はい、でまず足はね、ここの引き出すタイプの関節となっております。はい。結構もともと硬いんでね、私は、ワセリンみたいな油をちょっと塗らせてもらったんで、はい、結構硬かったんで、あまり稼働にはちょっとお勧めできないですね。はい。こんな感じでもあります。ここはね、曲がるだけ。ここまで曲がります。はい。特に回ったりはしません。足は、ボールジョイントがこことここにくっついていて、2個のボールジョイントの軸になっておりますね。はい、そんな感じでございます。結構私個人的には、稼働させるのであれば、特に問題ない範囲で全然動かすことができるかなという感じとなっております。ではね、早速ゲッター1についてくる物装紹介をしていきましょう。ゲッター1はこちらのマント。そして、こちらの平手が2個つきます。はい。とりあえず、マントを付け替えてみましょう。マントを付けるときは、よいしょ、ここを外して、こちらのマントを、ここに付けちゃえば、よいしょ、思ったよりね、ちっちゃいパーツだからね。少し緊張するんですよね。はい、このような感じとなっております。
マントはね、はい、一応、こっちを開いたりして稼働はするんですけど、私はちょっと、結構パーツが硬かったんで、接着剤でちょっと固定させてもらいました。本当はね、動くんですけど、ちょっとうまいこといかなかったんで、接着剤で固定させてもらいました。マントはね、ここまで伸びます。ここにね、ボールジョイントがついてるんですけど、ちょっと接着剤で私は固定させてもらいました。はい。こんな感じでございます。結構やっぱマントついてた方がね、かっこいいですよね。ギターウィング。はい。なんか足が微妙に。じゃあ次でゲッター2の紹介行ってみましょう。ゲッター2でございます。ゲッター2は結構細長い感じのね、腕にドイルがついてる。はい。ゲッター2って感じでございます。はい。高さはゲッター2が一番高いですね。じゃあ稼働確認していきましょう。まず顔。顔は特に動かせませんね。一応稼働的にはボールジョイントが入ってるんですけど、結構しっかりしてるんで、あまり動かせない感じでございます。はい。で、肩。肩はここら辺まで上がります。はい。で、腕が結構ここ取りやすいでございます。はい。ちゃんと180度回ります。結構ね、こっちはボールジョイントじゃないんでね、下手に動かすと折れちゃう可能性があるんで、少し私は穴をね、拡張させていただきました。では、思ったよりね、取りやすいですけど、結構安定して、保持力があります。で、はい。見ての通り、ドリルは、こんな感じですね。はい。ちゃんと動きます。ここまでだいたい曲がります。はい。もう一つの腕。こっちは、ここが閉じるんですね。はい。閉じます。あとはほとんどドリルと同じでございます。はい。で、胴体。胴体は、はい、ゲッター1と違って、こっちはここら辺まで曲がります。前に倒すと、ここら辺前ですね。はい。ほとんど同じ感じのパーツっていうか、パーツ構成となっております。はい。こんな感じですね。で、足はこっちも引き出し。で、随分と長い足が、美脚。引き出すとここまで伸びます。ここが、可動、回っていって、足も、首も回って、結構なんか白化しちゃったんですよね。私、普通につけただけだったんですけど。はい。で、ここも、はい。回ります。ここら辺まで回ります。結構ね、しっかりはしてるんですけど、やっぱ足が、細い分、しっかり立てないなっていうのが、ちょっとあったりしますね。はい。じゃあ、ゲッター2のね、武装をちょっと紹介していきましょう。武装じゃない。パーツだ。まず、こちらのパーツ。これで土台ですね。はい。足の裏に、くっつけることによって、土台となります。見えねえ。土台となります。はい。この土台さえあれば、片足でもね、ちゃんと立つことができます。あと、次はこちらのマント。これはね、はい。もともとこっちのマントがデフォルトなんですけど、デフォルトって、そうだよね、そういう意味だよね。こっちのマントの方が、追加パーツって言いますかね。ブースターの方がパーツなんでございます。はい。これを、ここの、穴につけます。よいしょ。手袋してると。ちょっと、よいしょ。つけることができました。ゲッター1のね、武器が、はい、2個付属します。はい、こんな感じで。で、こちらの武器はね、どっちも2個ついてくるんで、ゲッター1に、このようにね、ゲッター1に持たせることができます。はい。ゲッタートマホークもね。はい。このように
2個付属してあるんで、ちゃんとね、手に持たせることができます。じゃあ、次で、ゲッター3の紹介していきましょう。こちらが、ゲッター3ですね。はい、見ての通りね、随分、しっかりしております。しっかりしておりますね。多分、ほぼ、どんな置き方をしても、倒れませんね、これは。はい。じゃあね、稼働の確認をしていきましょう。これがね、正直一番、つくのが楽でした。はい。じゃあ、まず、キャタピラが、このように動きます。はい。ここに2個、ボールジョイントですね。ここと、ここ。で、ここに、キャタピラの、引っ掛けるところがあって、ここに引っ掛ける感じとなっております。はい。結構好きなようにね。よいしょ。動かせるんで、このまんまね、立たせることも、可能だったりします。ちょっと倒れちゃったけど。はい。倒れてない。ゲッター3。ここが、すごい、回る。手がちょっと邪魔で、言うほど、回せないけど、しっかり回せる。これ、こっちが、よいしょ。引き出す感じで、動くんですが、思ったより、今回硬くて、うまくいかない感じ。あ、うまくいった。はい、こんな感じですね。こっちはゲッターマンと大して変わんないです。はい。ゲッターワンと変わるところは結構動くところですね。ここが。はい。あと顔。顔も動きます。ミサイルも実は前に向けることができます。はい。で、手。手はね、手を思ったより稼働がしっかりしてるんですよ。はい。手もね、前に向けられますしね。うん。すごい、しっかりしてる。意外に、個人的には、なんか、ゲッター3が一番動かして楽しいですかね。で、こっちにもありますし。こっちとこっちにボールジョイントがついてるんで、こっちと、このように。すごい、結構稼働がいいです。はい。じゃあね、ゲッター3。はい。ということでね、ゲッター3のね、パーツを教えていきましょう。なんといっても、こちらのパーツ。はい。手が伸びます。手が伸びます。で、こちらのパーツね、よいしょ。取って、両手を伸ばすこともできるんですけど、ちょっと私はね、これを失敗しちゃって、これが、もう一個のパーツなんですけど、こっちね、なんか手にくっつかなかったんですよね。うん。うまく手にくっつかなくて、後で気づいたんですけどね。ちょっと、穴が大きすぎて手にくっつかなくなっちゃって。はい。はい。ただね、こっちの方は問題なくくっつきます。よいしょ。はい。このようにね。結構しっかり、手伸びるんですよね。握り手のパーツが2種類ついてきます。で、パーツをこっちに、よいしょ、つけて、意外に硬いんですよね。まあ、取るときも意外に楽なんで、ゲッター3が一番安定してます。はい。このように。手を前に伸ばすことができます。このへたってるのはね、ボールジョイントなんですけど、1個ずつ。ボールジョイントは結構、硬いんですけど、この黄色と黒のパーツのここがね、へたっちゃうんですよ。わかります？ここ。ここがへたっちゃって、ここがしっかりしてれば、まあ、接着剤でくっつけるのもありなんですけど、接着剤でくっつけると多分、本当にしっかり、こんくらいは伸ばせると思います。やっぱここがへたっちゃうんだね。あとで接着剤で私もくっつけましょう。はい、このように。随分しっかりしております。はい。こんな感じで、ゲッター1、ゲッター2、ゲッター3でした。はい。こんな感じでね、スーパーミニプラ、ゲッター1、ゲッター2、ゲッター3のチェンジ新ゲッター、地球最後の日バージョンかな。ちょっと、なんだろう。なんて言えばいいのか。まあ、こんな感じでね、
結構ゲッターロボ作ってて、正直ね、だいたいゲッター1が3時間、ゲッター2が2時間、ゲッター3がもう2時間ちょっとぐらいかかりましたかね。はい、そんな感じでね、結構今回の大きさのプラモデルでもね、しっかり作りこたえがありましたし、はい、これね、楽しかったです。正直ゲッターロボね、私結構見た目って言いますか、好きなんですけど、はい、あ、いまいちね、アニメを見たことがないっていう。あ、新ゲッターはね、見ましたよ。はい、地球最後の日の方、インベーダーと戦うやつね、ちょっと記憶がうろ覚えなんですけど、はい、まあそんな感じでね、はい、ゲッタースーパーミニプラチェンジ新ゲッターロボ地球最後の日のゲッター1ゲッター2ゲッター3の紹介でした。はい、そんな感じで、それでは皆さん、さよなら、バッハッハーイ。今回はこの動画を最後までご視聴くださりありがとうございました。私は主にだいたいこういうようなジャンルを展開させております。もし気になるものとかね、あったらチャンネル登録をよろしくお願いします。そして最後まで見てくれたんだからね、せっかくだからコメントを確実に残しておいてください。まあだいたいこんな感じでいいので、それではそんな感じでリモコンさんの動画でした。それでは皆さん、さよなら、バッハッハーイ。